こんにちは、サードラです。今回は最強の人王ガーシを作ることができましたので、遺伝子の紹介と火力の検証をしていこうかなと思います。今回も僕以外のガチ勢の方からも意見をいただいたりとか、いろんな検証結果をいただきながら完成した人王ガになりますので、ご意見、アドバイスくださったガチ勢の方々本当にありがとうございました。まず、なんで人王ガーシをじゃ作ろうかと思った理由からなんですけども、 前々回の動画で一応オーマディアブロススピードタイプですねご紹介させていただきましてその次がティガレックスを紹介させていただいたので、まあ、ここですねスピードパワーと作らせていただいたんで次はテクニック枠を作りたいなっていうことでテクニックの最強枠っていうのが 今であれば、まあ、イベルカーナとかクシャルダオラがテクニックっていると思うんですけどもどうしても火力を盛りづらいので個人的に探したりいろんなガチ勢の方々の意見とかも参考にさせていただいた結果ジンオーガーシュが最強だよねってお話になったので今回はテクニック最強枠としてジンオーガーシュ をご紹介させていただきますそしたらまずこちらの陣ンーガーシュのコンセプトなんですけどもまずジンオーガーシュの基本パラメーター見ていただくと分かる通り回心率がすごく高いおとになっておりますなのでこの高い回心率を生かしてクリティカルも含めながらしっかり火力を出していくっていうのが、まあ、基本的な方針になりましてあとはこちらですねシンプルに攻撃力を見ると龍属性の攻撃が一番火力が出せるおとになりますので 流属性と染めて、かつ、会心を出していくっていうのがコンセプトになっております。実際に遺伝子のご紹介なんですけども、まずビンゴが、流属性ビンゴが8ビンゴとパワービンゴが3ビンゴを揃っております。で、このパワービンゴを揃えてる理由っていうのが、もともとはテクニック枠で使っているんですが、こちらのドラゴンイーターですね。これが流属性のパワータイプ技になるので、細か力も上げておくといざっていう時は攻撃をしながら回復もできて美味しいので、 一応パワービンゴも作れる部分は揃えてるっていう感じですね。で、まずはじめにこちらですね。ドラゴンイーターなんですけども、これは流属性のパワー技ですね。で、これの強い部分っていうのが、与えたダメージの割合分 HP を回復するんですよ。で、これが元々ジンオーガーシュが火力が高くてクリティカルも出やすいので、クリティカルが出ると回復量もそれに伴って上がるんですよね。なので、 平気で400ぐらい1回打つだけで回復をしてくれたりっていうのがあるので回復技としても使えるっていうのでドラゴンイーターを採用しておりますっていうのと一応先ほどしご紹介したビンゴと相性が良かったっていうのとこちらですねこの会心遺伝子の得でクリティカルを出しながら 竜まといで自己バフを耐えて防御力も上がるのでそれで火力が上がった分余ダメージが増えれば回復量も増えるって技になるのでシナジーがすごく合うなっていうことで今回はドラゴンイーターを採用しておりますで次がこちらですね龍人章なんですけどもこちらは単体に龍属性大ダメージプラス高確率で三段回心率ダウンなんですけどもこれはもう単純に火力技ですね龍属性の大ダメージでテクニック技使えるので龍人章採用しておりますで次がこちらタイマン好きなんですけどもこれが ただ、ま真っ向勝負時の余ダメージがものすごくアップするというものになるんですが、今作って真っ向勝負ってなるシーンがかなり少ないんですよ、PVP、まあ、では結構あるとは思うんですけど、通常クエストではダブルアクションの方が多くて、タイマン好きが乗らないので、基本的にはあまり発動しない特性にはなってしまうんですが、ビンゴ要因ですね。っていうので、流属性プラスパワーもパッシブっていうので、ビンゴとして優秀っていうのと発動する可能性も全然あるので、タイマン好きを今回は採用しております。 で、次がこちらですね、回特有なんですけども、これはもう言わずもがな回心率がものすごくアップするっていうパッシブで、流属性になりますので、まあ、これを使うことによって、こちらのもともと高い回心率をさらに上げてあげることができたりとか、あとは先ほどご紹介したドラゴンイーターですね、こちらの回復力もクリティカルが出ると跳ね上がるっていうのとこちらのドラゴンオーバーでさらに回心率も上げながら攻撃力が上がるっていうので、シナジーがすごく合うので、今回はこちらの回心を採用しております。 で真ん中がこちら流属性攻撃強化の特有なんですけども火力アップ枠プラスビンゴ枠ですねで次がドラゴンブラスターなんですけどもこれは正直変えるんであればここを優先的に変える遺伝子になるんじゃないかなと思うんですけども、えー、全体に流属性の中ダメージ高確率で3段回心率ダウンなんですがこれがクリティカルが乗らないんですよただ 自動で指示を出さない時に打った時の雑魚戦が少し楽になるかなっていうのとプラスマ一応流属性のパワービンゴ揃えてこちらのドラゴン板の火力貢献にもなるかなっていうことで一応まあ妥協枠で入れてはいるんですけどもここは正直別の遺伝子出てきたりとかした場合は優先的に変える遺伝子になるんじゃないかなと思いますで次が全力特有ですねこちらはもうビンゴ要因プラス絆ゲージを消費してスキルを全力で放つっていうものになっていまして これも先ほどご紹介した、まあ、ドラゴンイーターであったりとか、竜人賞。こちらの火力をしっかり上げることができますので、ビンゴ兼優秀なパッシブっていうことで採用しております。で、次がドラゴンオーバーですね。これは自身の流属性攻撃力と防御力が中アップし、さらに会心率がアップっていうものなんですけども、まあ自己バフですね。で、ジンオウガー集自体の火力を伸ばすっていうことができるのと、もともと高い会心率がさらに上がるので、もこれを打てば、もともと高い会心プラス遺伝子の会心でほぼクリティカルしか引か クリティカル以外を引くののが難しいいぐらいになるのでかなるでかり優秀ってことでドラゴンオーバーバを採用しておりますこれは好みによって、こちらのパンプアップですね。これを採用してもいいんじゃないかなと思います。ただ僕は今回クリティカルアップが欲しかったっていうのもあって、パンプアップではなくて、リューマトイを採用しております。ここはもう好みかなと思います。で、最後が異常無効ですね。これもシンプルにパッシブでビンゴ要因とはなってるんですけども、一応まあ状態上無効化することがあるっていうので、 採用をさせてていいただまます、まあ、基本的にはリュビ貧ゴ要因って感じですね。で一応今回のジオーガー種作る場合なんですがそれなりに覚悟を持って作っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。っていうのが遺伝子源泉がすごく時間がかかるんですよでまあこれは正直個人の運もすごくあるとは思うんですけども特に僕が時間がかかったのが流属性攻撃強化の徳ですね。これがまあ、イビルジョーだったりジンオーガー種 が持ってるる遺伝子になるんですけどもこれが本当に出なくて2凸を作るためだけに5時間から6時間ほどかかったのでまずこれがかなり時間かかるっていうのとプラスで対状態上解くですねこれが一応まあ龍のガルクとかあと古竜系ですねから取れるものになるんですけども最初ガルクやってて龍ガルクの虹30体ぐらい買っても1個も出なかったんですよなのでそれで34時間ぐらい潰して結局古竜を乱獲して古竜から 取ったったて感じになるのでこの2つの遺伝子で正直僕は10時間近くかかってしまって今回ジンオーガー集の動画出すのも少し遅くなってしまったのでもし作る場合は、まあ、運が悪い場合はこの2つでかなり沼ると思いますのでそこはちょっと覚悟を持ってやっていただけるといいかなと思います。はい ただ、作れた場合は、間違いなくテクニック最強枠になってくれますので、作れた時のメリットはかなり大きいかなと思います。今回、今、ドラゴンイーター採用してるっていうのもあって、比較対象にもう一つ上がるのが、こちらのイビルジョーですね。これも比較対象として結構上がってくるかなと思うんですが、正直、アタッカー運用するんであれば、ジンオーガーシュの方が圧倒的に強いかなと思います。っていうのが、ステータス見ていただくと、 回信率ですね。っていうのが、ジンオーガが9あります。で、イビルジョーが2なんですよね。なので、ほぼほぼ回信を引けないんですよ。これだけでまず火力が1.5倍変わってしまうっていうのと、あとは流属性の攻撃力っていうのも変わらないんですよね。っていうのも考えると、単純に回信率が高いジンオーガーの方が DPS は高くなりますので、アタッカー運用はジンオーガー一択に、流属性で染める場合でも、 なななるんじゃいいかなと思います、まあ、特に今回はテクニック枠っていうのもあってジンオガーシュ一択になったっていう感じですね。イビル・ジョーのメリットっていうのが耐久値なんですけども耐久値が HP が9あってそこがジンオガーシュがちょっと低いっていうのと防御力面ですねっていうのもこんな感じでイビル・ジョーの方がほとんどの項目勝ってますので。 耐久面はイビルジョーの方が強いです。なので耐久寄りに作りたい場合はイビルジョー、火力に特化させたい場合はジンオウガーっていう風に思ってもらうといいんじゃないかなと思うんですけどジンオウガー種の強いところがその火力が回心も込みでかなり高くなるのでドラゴンイーターを打たせれば毎ターン400とか回復が可能なんですよなので 耐久も別にペライなっていう風に思ったことはないので、まあ、基本的には人王眼臭、流属性アタッカーを作ってもらうと間違いはないんじゃないかなと思います。まあ、もちろんパワーとテクニックって違いはあるので、そこは切り分けをしっかりしていただくといいかなって感じですね。ステータスに関しては、86レベル時点で攻撃力が637、防御力が511となっております。じゃあ実際に毎回同様火力検証していこうかなと思います。はい。で、基本的な使い方なんですけども、 最初にやっていただきたいのがドラゴンオーバーですねこれが開幕絆ゲージは30溜まっていますので開幕から使うことができますでこれで一応まあ攻撃力と防御力が上がりながらさらに回心率が上がるというものになるのでこれを使っていきますじゃこれで実際に自己バフを陣王ガーシュがたいてくれたのでまずは通常攻撃の火力から見ていこうかなと 思いますで通常攻撃がこんな感じですね。これがもうほとんどクリティカルしか出なくて、クリティカル以外は引く方がむずいぐらいなので、まあ、ほぼ毎回2308これぐらいの火力を出せると思っていただけるといいんじゃないかなと。 思いますす本当にその辺の辺絆技レベルですねで続きましてこちらですね、まあ、テクニック枠として採用した一番の理由でもあるんですけども龍神将龍、まあ、属性大ダメージこちらを使っていこうかなと思いますはいで龍神将の火力っていうのが2887ですね ま、こんな感じで出ますので、まあ、普通に竜人賞をテクニック技で使わせとくだけで、まあ、これぐらいの火力を出してくれます。で、次にお見せしたいのがドラゴンイーターですね。これがダメージを与えた分の割合分 HP 回復になりますので、これを使っていきます。はい。で、ドラゴンイーターの火力っていうのが、通常でもこちらですね。1800ダメージ与えて460回復してくれます。で、もともと人用ガの今 HP が562なので、 400回復ってことはもうほぼ満タン近く勝手に殴りながら回復をしてくれるって感じですねで次が一応クリティカル込みのドラゴンイーターの火力をお見せしたいんですけども一応クリティカル込みのドラゴンイーターっていうのがこんな感じですね29003000、まあ、近くダメージ出して800近く HP を回復するのでもう本当にほぼ全開レベルで 攻撃ししながら回復をしてくれます。ドラゴンイーター使わせて自己回復もできるし竜神賞でクリティカルしっかり出しながら火力も出していくってこともできるおとになっておりますはいで今回の陣王がいかがだったでしょうか、まあ、今回あくまでお見せできたのが86レベル時点での火力になりますのでもちろん99レベルにするともっと強くなるんじゃないかなと思います次もまたおとの厳選が完了しましたら動画でご紹介させていただきたいなと思っておりますので よろしければチャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いいたします。と合わせまして、ストーリーズに関しては使う方の好みによって遺伝子ってかなり変わるかなと思っていますので、もしこういった人王ガーシュも強いよっていうのがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。バイバイ。